まあ、今発表された斉藤さんと同じく、まあ、産総研の人間の深海と申します。でまあ、ちょっとまあ皆さんの発表なんかみんなすごかったんで、やばいなとか思いながらちょっと聞いてたんですが、まあ、とりあえず、まあ、自分が話せることを話すしかないので、まあ、ちょっと話させていただきます。それで、まあ、自己紹介代わりというか、そもそも、産総研というと、まあ、筑波にその、まあ、本部がある、まあ、その辺は結構ご存知の方多いかと思うんですが、実はそのお台場にもちょっと産総研 の, その拠点がありまして、あとこの辺ですね、まあ、どちらかというと皆さんフジテレビとかその辺なんかでよくご存知のエリアだと思うんですけど、その辺にまあこんな感じのビルがなんか2つくらい建ってて、それがそのお台場にあるその産総研の拠点になってます。で、まあ、この辺にゆりかもめとかあって、私なんかパーってこれ乗って毎日通ってるんですけど、なんかやってて思うのが、なんかあそこ観光というか、そのお台場に遊びに来る人多いんで、通勤電車のはずのに毎日なんか地図広げてる人がいたりとか、なんかそんな変な空間になってます。で、まあ、で話に入らせていただきますが、まあ、ギャラクシーをどのように利用していますかというのを、どのように利用したいかというのは、ちょっと実は今日の段階でまだ公開できていなかったんで、まあ、これから公開したいですという方向の話になるんですが、まあ、そもそも開発の背景として、まあ、産総研ではそのゲノム配列の情報を解析するためのアルゴリズムとかソフトウェアとかの要素技術を、まあ、いろいろ開発しております。で、まあ、けどそれはまあ要素技術なので、それを実用化するためにはその他の個別のソフトウェアツールを束ねて、まあ、その中にまあ組み入れた形で一通りの解析ができて、で、まあ、なおかつそのまあ既存のものだけとの解析結果を比較できて、まあ、その性能評価できるようなものが必要であると。で、まあ、今はその私たちのところでは特にそのがんの解析のところにちょっと興味がありまして、その辺の解析において、まあ、主翼流の変異とか遺伝子変異とかを同定するために、まあその複数の手法の結果を比較したいなというふうに考えておりました。で、そのためにそのまあがんのゲノムの解析プロ、これはその監査 DNA 研究所 の, その小原先生からご提供いただいたもので、そもそもはその同研究所と同研究所、これは次に発表なさるその、すいません、池田さんとか、あとそれから土方先生という、その今長浜バイオ大にいる方による、開発したものに、まあ、新しくラストを導入しまして、まあ、既存のアライメントツールとの比較の解析結果と比較したいなということをやっています。で、まあ、今回そのギャラクシーのところに、まあ、来させていただいた理由なんですけど、まあ、これらのパイプラインをその、まあ、可視化して、まあ、配布しやすくすることによって、その利便性を高めて、まあ、その多くの研究者とかが、まあ、自らその開発をできるようなこと、環境を整えることで、まあ、その還元を目指したいという方向性でやっております。でも、これからその、まあ、ワークフローの大体の説明なんですけど、そもそも NGS から出てきたそのファスト Q データというのがあるんですけど、まあ、ファスト Q をその、まあ、バムにしなきゃいけないんですが、バムをするのに、まあ、既存のツールである BWA を用いたそのパイプラインを使って、まあ、バムファイルを作るものと、まあ、我々 の, そのラストを使ったものでそのパイプラインを、ラストを使ったパイプラインによって、まあ、バムファイルを作るという、まあ、2系統を用意するという形になってます。で、まあ、このラストって、まあ、簡単に書いてあるんですけど、まあ、実際に中開くと、まあ、こんな感じでパカパカパカってつながってて、まあ、あ、なるほど、こういうのピタゴラと呼んでるんだなという感じで、まあ、いくつかのツールを重ねて、まあ、こういうこのゾンビだと、あ、なるほど、ピタゴラってこういうことなんだなというのを私自身なんか思ったという次第です。で、まあ、次に、まあ、バムファイルを3日その中で GATK とかのピカールとかの辺のツールを使って、その中身をちょっときれいにしないと解析に、あ、ずれてます、すいませんね、なんか解析に回せないというのがあるので、まあ、バムの中身をちょっと1回きれいにして、もう1回バムを吐き出すという過程があります。で、この過程もなんかだんだんもっとピタゴラっぽくなってくるというか、まあ、いくつかのツールをなんか組み合わせて、まあ、データがどんどんだんだん流れていって下流に出てくるというようなことをやってます。で、まあ、その後のツールなんですけど、まあ、一つはそのバムファイルを使って、まあ、バムファイルからその GAT を付けを使って、それ自体のバリアントを出すというのも用意しているんですが、それ以外に、まあ、こっちの方がどっちかというと興味があるというか、その、通常細胞のバムファイルと、その、がん細胞のバムファイル、同じ患者さんの組織から出てきた通常細胞の組織とがん細胞の組織のところのそれぞれのバムファイルを、その、ソマティックバリアントコーラー、バースキャンとかロフレクとかミューテクトとかあるんですけど、そういったツールで比較することで、
がんの変異っぽいところはどこだという結果を出すという過程がありまして、まあ、これをできるようにしているという形です。で、まあ、ここの部分は実際はまあ多少入り組んでるというかパイルアップしてその後バースキャンでやってその後結果がこれパパッと出てくるって感じなんですけど、まあ、こういったものをまあコマンドラインでやってると大変だから、まあギャラクシーできたらまあそれは楽だろうなというのはまあ見てて思います。でまあ、実際の使い方というのは皆さんがもう何度もやられているので私がいちいち言わなくてもいいと思うんですが、まあ、実際にはこんなふうな図を出して、まあ、入れたいデータを入れて、まあ、実行すると、まあ、さっき出てきたややこしいパイプラインみたいなあのワークフローみたいなのを経由下前に流してくれるというのをやってくれるようなものになっています。それでもってこれは、まあ、先ほど話したようにギャラクシー上ではまだちゃんと実装はできていない、あの公開できる状態では実装できていないんですが、例えばそのさっきお見せしたそのバリアン、あの通常細胞とがん細胞のファスト Q ファイルを比較するというようなものを走らせるとどういうふうになるかというと、まあこれはあの東京大学 の、 その柿見先生からご提供いただいたその、まあ、実際の患者さんのデータを解析したものなんですけど、まあすみません、みんなのバードが分かりづらいんですが、あのラストとか BWA でその、まあ、走らせたものでその結果で出てくるそのコールされたバリアントの数がちょっとずつ違ってて、まあ、その中にはラストだけでしか出てこないバリアントとか BWA でしか出てこないバリアントとかありまして、まあ、一つのサンプルで見ると、まあ、例えばその両方がコールしたのは310あるんだけど、ラストでコールしたラストでしかコールできなかったものが58あって、まあ、BWA でコールしたできなかったものが69だったと。でまあ仮にまあその、まあ、ラストはまあ酸素系のツールなんで、仮にそのここにしかそのいい変異があれば、まあ、それはある意味嬉しいというか、まあ、いい結果かもしれないんですけど、まあ、とにかくこの辺の違いは何なのかというのを見ていくことで、まあ、今後につなげたいというのがあります。で、まあ、これはその IGV 上で見たやつなんですけど、まあ、まあ、アライメントツールを変えただけでその結果出てくる、これがまあ、まあ、ちょっと見づらいんで、まあ、これはなんかお見せしてるだけになっちゃうんですけど、まあ、ここの列が、ラストでマップした通常細胞のバムファイルで、ここはラストでマップしたがん細胞のバムファイルで、こちらが BWA でマップした通常細胞で、まあ、BWA でマップしたがん細胞ってなってるんですが、まあ、要はラストでしかコールできなかった変異がこんなところにあったり、まあ、BWA でしかコールできなかった変異があったりということがあるんで、まあ、この辺をちゃんと中をあさってきちんと見て、あるいはそのウェットの解析に還元することで、まあ、よりちゃんとした解析につなげていきたいという感じになっています。まあ、今後の計画というか、まあ、何しろちゃんと、まあ、ピタゴラ上で、まあ、名前は変わるそうですけど、まあ、でもピタゴラ上でちゃんと動くようになりたい、動くようにしたいということと、まあ、あと、まあ、もう一段進めてちゃんとツールシェットとして使えるようにはしたいねとは思ってます。でまた、まあ、実際その、まあ、パイプラインパラメータいろいろありますのでその辺の調整もしたいですし、あと、まあ、今その動かさせていただいているその、まあ、パイプラインというのはそのロフレクとかミューテクトといったバリアントコーラー、ソマティックバリアントコーラーも使ってますので、その辺もちゃんとギャラクシーで使えるようにしたいねということはあります。まあ、最後に、まあ、このような機会にあの参加させていただきましたそのピタゴラの皆さんも、そして、まあ、このそもそもこのパイプラインを作るにあたってあの私たちはそのカーサー DNA 研究所とか本当にいろいろ勉強させていただいて、特にこの後お話しする、まあ、池田さんには本当にいつもご迷惑をおかけして本当にありがとうございますという感じなんですが、そうしたカーサー DNA 研究所さらに、まあ、データを提供いただいております東京大学柿見先生、長山先生、まあ、そして産総研の皆様、まあ、今回ギャラクシーのプロジェクト始めようと言ったのはあのそこに座っているんですが、産総研のフォートン首席研究員がそもそも提唱いたしましたので、まあ、その辺に本当に皆さんありがとうございますということで、まあ、発表を終わらせていただきます。